どうもタレです。新三国無双2武装モードシナリオ味方全員生還目指して頑張っていきます。孫権ですね、続きをやっていきましょう。こたびの戦、呉の命運をかけたものになろう。我が命をかけるにふさわしい。縁起でもないことを。命を粗末になさるなよ。てめえらの命、この観音が預かったからな。よし、これでいっか。さあ、ガッピーの戦いですね。今回僕ね、総大将なのでね、敵の動き、配下の動きが少し違いますね。宝徳と新規がね、僕が南西行ってると、こっち来てくれるんですよ。なんですけど、相変わらずこの女性はね、やられるんですよ。意味ない。この、宝徳新規が来たとしても、全然こいつはね、やられる。お構いなしに。舐めてる。前にね、小京で全部将全員生還しましたけど、あれは本当に奇跡で、孫権でこれ実、全部将撃破の全員生還も実現するのは不可能です。もうやらないです。軍団長です。頑張りましたけど無理です。装備はね、第三武器です。まあ、これでいこうか。よし、まずはね、長領を倒しましょうか。いやー、今回のリトライ回数は結構多いんだよな。普通にクリアするだけで大変だから、これ普通に軍団長だけでも辛いもん。このステージマジ舐めてるから。手ごわいぞ。心してかかるのじゃ。撃ち取ったり。いや、このタイムでもね、やられることあるから。両党とガチ対決じゃなくて、両党と共闘してるか、両門を鼓舞するかにかけるしかねえんだよな、マジで。小京の時の全武将全員生還はあれ奇跡よ、マジで。普通にクリアするのが大変だから、これ。士気低下するの早いって。我らも奥へを取ってはならんぞ。ロウシクが士気上がったか。おい、いなくね、当主。あ、いるいるいる、オッケー。合流された容赦が。目に入ったからぶっ倒すわ。ワンチャンこれで周囲の鼓舞でもしてほしいんだけどな。敵将撃ち取ったり。いやさすがに全武将は無理だから。あなたが来ましたか。いや、うん、どうしいね、マジで。人が馬を乗ろうとしてる時に意味打たないで。ほんと、やめてくれよ。いや、来た。何で戦ってんの、お前。友軍と合流いたしましょう。
いやー、無双来た。お前が回復したか。いやー、手こずるよな、天意。いやー、マジ強い。誰か来た。新規か。倒しきれねえ。オッケーオッケーオッケー。いや、来てる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 、やばい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 、周囲が2回もこぶした。で今ね、さっき新規来てたんですよ。光徳も多分来るはずなんだけど、テイフがなんでそっちいんだ。ていうかあとね、今リョモウのところに孫将の兵がいたからさ、多分足止めしてくれるはず。どうだ女性、周囲が2回も鼓舞してくれたんだぞ。あ、ホートこっちいたのか。ホート君、いや、ここは慎重に立ち回りたいところだな。やっぱね、周囲が鼓舞すると全然違えな。やべ、覚悟を決めますか。いや、こいつ珍しいな。テイフがやべえのは珍しいわ。やべ、まだいいのか。我々も負けてられんぞ。3回目のコブだからね、すごいよね今回。マジガードされた。飛ばせりゃ発生するな。いや、発生した。マジかよ、今だと発生すんのかよこれ。うわ、怖い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 。回復取ろう、一回回復取ろう。やば、マジで怖え。あと龍も向かってるし。いやー、ちょっと時間かかってんな。
ナイス、オッケーオッケーオッケー、私たちも頑張りましょう。頼む、あと中央が耐えてくれれば痛えな。それよりも東州も怖いけどね。孫将を先に倒したいところ、それで龍馬の士気上げたいところっすね。まあいや、しょうがねえわ。お前無双撃ってくんなこいつ。いやー頼む、投手耐えてくれ。やばいな、周囲鼓舞しすぎじゃね。回復だな。あ、投手もまだ半分ある。大丈夫大丈夫。敵将撃ち取ったり、あとは士気を下げていくぞ。弓打ってたよね、誰か。あっちか。上皇の陛下にしかも。今士気5だけどどうだ。いや、大丈夫だ。
いや大丈夫大丈夫、やられんやられない、あとは観念が来るまで待ちましょう。いやさすがにね全武将はね無理よ。本当にあれ奇跡だから、鬼神のごとき働きよ。来たな、各方面より北西の街道を目指すんだ。よしこれであとはそろそろ倒して終わり。いや今回のねスーパーエースは周遊だね、4回も鼓舞したもん。え、ガードされるんかい。よし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 、よしこれでねガッピの戦いの全員成果はクリアです。いやマジでね普通にクリアするだけでもきついんですよ、軍団長のみで縛ってもやばいですよね。いや今回ね周囲が2回鼓舞してくれてるんで、女性のところ向かうまでに、だからそれによってね女性フルマックスだったんで今回運良かったっすね。あと投手耐えてくれましたねちゃんと。あーマジっす、これ読めんか、はい、でね今回 NG シーンありますのでよろしければご覧ください。で次回ねちょっと忘れちゃいましたね、なんだっけな。それでは次回もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。いや全部将倒そうとは思ってますけどやっぱりきついっすね。新規と宝徳こっち来るんですけど、それでもね女性やら最速、え初めてかも、待って待って待って、俺一番初めてかけ、1分17秒初めてだよ、今までいなかった、こんなに早い投手は今までいなかった。いやー弓うぜ、やられたよ、やっぱりやられたよ、相変わらず女性だな。でも分かったよ、そういうことか、こっちに来るのかあの二人が。うーんなるほどね、これしたらワンチャン全部消去できるかもしれないな。